スランプを解消する方法。精神科医カバサワシオンのカバチャンネル。何か物事をやっていてすごくうまくいってる時期もあるけども、何をやってもうまくいかない時期っていうのがあったりすると思うんですよね。モチベーションも上がらないし、あんま集中力も高まらないし、何やってもまあうまくいかないような、一般的にはスランプという言葉でね語られると思うんですが、こういうスランプの状態に陥ってしまった時にどうしたらいいんだろうということですね。このスランプっていうのは非常に苦しい状態だと思います。何をやってもうまくいかないし、泥沼にはまったような、蟻地獄にはまったような、なかなかそこから抜け出せずに苦労するということがあると思うんですね。で、一番いいのはですね、休むっていうことなんじゃないかなと思うんです。日本人ってやっぱり、ね、頑張りすぎなんですよね。で、頑張って頑張ってずっと毎日毎日頑張り続けるわけですよね。そうするとやっぱりエネルギーっていうのは当然切れる時もあります。疲れる時もあります。そういう時にスランプって実は発生してるんじゃないかということが一つ思うので、休むっていうのがだから一番いい方法ではないかと思います。ただスポーツ選手とかの場合はですね、例えばプロ野球の選手で一軍で頑張ってる選手であればですね、休むってわけにはいかないですけども、まあ皆さん普通のサラリーマンとして働いているのであれば、まあそれ全力尽くさないでね、7割ぐらいでね、今月は7割ぐらいでちょっとこう休養しようみたいなね、そういう切り替えっていうのは可能だと思うんですね。プロのアスリートやスポーツ選手は常に結果を要求されますから、なかなかそうはいかないですけど、でも多くの人っていうのはそうではないと思いますので、やっぱりこの緩急をつけて働くというのが私とても重要だと思うんですよね。調子のいい時に一生懸命やって、調子が悪い時にまあぼちぼちやるということで、実は私なんか冬がすぐ苦手なんですよ。毎年1月2月3月、2月3月が特に調子が悪いんですけども、うつ病ではありませんけど、ちょっとうつの軽いような状態というかですね、なんか文章とか書いても全然はかどらないですし、まあ、頭に鉛が入ったような状態になって、朝起きも非常に悪くなると。一方夏場になると非常に調子が良くなって、今度逆に絶好調になってくるんですけど、まあ、軽いそう状態なのかもしれませんけど、まあ、そういう結構うつと層の波みたいなのが自分であるっていうのは分かってますので、それに合わせて仕事をしてるんですけどね。なんか冬場は調子が悪い時に重要な執筆の仕事を受けない、夏の一番調子がいい時に頑張れるようにスケジューリングを調整しながらっていうことですね。ですからそういうふうに一年中ですね、全力で走ったら、これはですね、息切れもしますし、スランプにもなるのですね。そういうふうに緩急をつけて自分の体調っていうのを普段から見ておくとですね、例えばまあ花粉症なんかで春先調子が悪い人とか多いと思うし、やっぱり寒いと調子が悪くなる方もいらっしゃいます。あと逆に暑いとね、こうすごい調子が悪いという人もいると思うんですね。そういうふうに自分の体調って1年間の中で必ずあると思うんですよね。すでに全力で 100% ですという人もいないと思うんです。だからそういう自分の調子を見ながら、それに合わせて緩急をつけて、いい時は頑張、悪いというかちょっと休息モードでですね、 2,3 割スピードダウンをするというような形をしていくと、自然とこの気力体力がですね、充電されて、そのスランプを抜けるというふうになるんじゃないかなと思うので、全力で走りすぎないと、疲れたら休む、スランプになったらまあ休んでもいいよっていうふうに思えるとですね、このスランプに入るとやっぱり何とかしなきゃ何とかしなきゃって思えば思うほど余計悪い状態になりますから、休めばいいよって実は思った瞬間にですね、スッとこう抜けてる可能性もあると思いますので、スランプに入ったら休養休息を心がけた方がいいのではないでしょうか。